何ミスったの？いや、そっち。ミスコのコンテスト。ミスコのコンテストって言ったけど。始まりました。はい、本日も始まりました。クルーズ TV! クルーズ TV! 本日はですね、あの皆さんもあの SNS 上でね、だいぶね、流したと思うんですけれども、放送事故寸前ということでですね、はい、ちょっと事件のメンバーを、事件が起こるだろう、キャスティングをね、してね。え、それってもしかして私も入るんですか？入ります。一応まとめ役にゆうやを呼びつつ。ゆうやさん、はじめましてですよね。よろしくお願いします。私のこと見ててくれますか？あ、もううぜ、もううぜ。もうぜ。いくら私がお酒を飲んで。はい、あの、そんな感じですね。本日も始まったんですけれども、はい、今日もですね、19時30分から、はい、ヤフーショッピングライブの方をやっていきますので、はい、同時進行で配信しますが、あのいつもね、ファッションコーナー、あのヤフーショッピングライブと同時であの放送するイメージ、いつもと変わりませんので、ね、あの、そんな、今日は何かな、いつものように楽しんでください。はい、はい、楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆さん、どうですか、体調の方は。あ、全然いいです。はい、でしょうね。というわけでですね、自己紹介していきますか。はい、じゃあ。そうね、はい、はい、じゃあ、MC させてもらってます福永翔平です。よろしくお願いします。イエーイ、いつもありがとう。アシスタント MC を務めます久美吉こと西尾久美です。よろしくお願いします。イエーイ、久美ちゃん、いつもありがとう。そしてゆうや。はい、大学月のゆうやです。よろしくお願いします。いつも、はい、はい、いつもじゃなくてこの間出なかったですよ。はい、そして紫さん。はい、紫美奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大御所の大御所の酒井優斗です。よろしくお願いします。バンバン聞こえましたよね、今の声。聞こえました、大丈夫。バン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 大きな声で言っていこう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うさいです。はい、あのそんな感じですね。あの本日も1時間半放送していきますので、皆さん楽しんでみてください。よろしくお願いします。ここで注意事項です。この映像を見て頭痛、吐き気、気分不快、この症状が出た場合、すぐ病院へ。救急車呼んでください。なんでそんな症状が起こるの？あ、救急車呼んでほしいです。そうです。すでに。もう、私が。あ、ごめんごめん、事務所だ。事務所です。まずですね、この番組ですね、毎回オープニングをしてるんですけれども、オープニング曲をですね、毎回太陽と月にお願いしてるんです。はい、今日は、ゆうやさん。ゆうやさん、どうしたの今日？ゆうだ、今日土に帰りましたね。待って、土に帰ったことないの？あいつ、こリハーサルです、あのお仕事で、お仕事の関係で。ちょっとリハーサルなんで。あ、泣きつつ。はい、あの曲の方に行っていただきましょう。すいません、あの終始したら鳥肌が止まんねえんだけど。あのちょっとすいません、あの感情失禁はあの外でちょっと落ち着いたら戻ってきてください。感情失禁。感情失禁。あの感情が、あのおしっこの辺に流れてる。こういうことか。変な状況の中でさ、どのタイミングで話入っていけばいいの？よし、これでどうやって歌えばいい？ゆうや、ゆうや。さあ、はい、さあ、はい。うるせえ、うるせえ。ゆうや、ゆうや、ごめん、俺が謝る。あ、ごめん。今日はしょうがねえもん。5分静かにしてる。でも、どのタイミングっていうから、確かさん入ってあげたら。大丈夫です。そのためにあのアシスタント MC とメイン MC がいますので、大丈夫です。はい、じゃあ僕は。大丈夫。そのままで君はいいんだ。大丈夫だよ。実は私にそのままでいいんだ。あ、もう少し黙っててもらえれば。全員殺してやろうかな。間違いない。あとでちょっと。あ、これ聞こえてるんですよね。これは聞こえてます。はい、ゆうやお願いします。はい、じゃあ、バラードなんですけど。今日は何歌ってる？今日はコレサさんのタバコっていう歌を。タバコ？待って、クミ、ここから聞いてたさ。マジですか？タバコ？タバコ。タバコっていう歌。タバコって吸うタバコのこと？それ以外何があるんだよ。あ、すいません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 、お願いします。いきますね。昨日の夜から君がいなくなって25時間が経った。僕はまだ一歩も外には出ていない。マイペースで僕寝坊する。
君のことを思って5分早めた家の時計、ああもう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな、カーテンが揺れて目が熱くなった、もうそこに君はいない、もっとちゃんと僕を見てよ、もっとちゃんとって、そうの、すみません、ミスった、無理無理無理、もう無理なんで、この悩みがそりゃそうなるわ、おめえなんかチロチロちょっとごめんね、紫さん、日本語を喋らないで。ゆうと
レント、ゲイ、最近も雑誌に載ったりとか。あ、何の雑誌に載られたんですか？ウィキペディアで調べてください。あ、そのウィキペディアね。ウィキペディアの、昨日書かれたんです。坂井優斗で調べれば。坂井優斗でウィキペディアで調べてください。じゃあモデルもやってるってことですか？はい、やってます。で、共演しました、はい、そうですね、一回、たぶん3人、3人、3人そうだね、共演してます。もしかして2人のこと覚えてないですか？で、僕もあ、覚えて知ってます。映画で共演しました。そうですね、言っていいですか？映画で共演したとか、ファッションショーで共演したとかじゃなくて、配信に来てるはずなんですよ。ここで会ってるはずなんですよ。配信？配信、何もやめてみない、何もやめてみない。配信、あ、配信、配信に来てるから、エゴシーン。僕確かいないときに、クミちゃんが、MC をやってくださってて、そのとき、あれです、タケトさんが MC やってて、あ、私がアシスタントやってたんです。そのときに、やらかした結果、私が泣き出すっていう。そう、何やらかしたんですか？そこ重要です。やらかしてないですよ、すみません。やらかしてない、何も気にしなくていい。でもクミさんのこと泣かしたんですか？それ問題ですよ。翔平さん、会いたかったんです。いや、僕も会いたかったんですよ。いや、普段はあれですね、芸能像とか、ゲイレポーターをやられてるっていう。やってます。記事書いたりとかしてます。そうだね、まあ言い方はあれだけど、同性愛者っていうことなんだよね。普通のレポーターさんと何が違うんですか、ゲイレポーターさんって。記者会見に出てゲイの質問をしてます。例えば、小木由里子さんの記者会見。はい。ゲイ、はい、はい、同性婚に対してとか、うんうん、東京都知事っていう部分だよね。東京都ではどういうふうに同性婚がこれからなっていく。どういうふうになっていくか、まあ、同性婚も検討している段階 で、うん、で今はそのパートナーシップ制度って言って、同性間のパートナーシップ制度って言って、フランスのパクスのようなパートナーシップ制度 にこう参考にして、フランスなどを参考にしながら日本でも同じようにやっていく。ということはフランスではもうそれが認められてるっていうことなんだ。もちろん。じゃあ日本でも全体として認められるってことですか？いや、それは東京都だけの話なんで、小池さんが OK 出しても日本全国っていうわけじゃいかないんだよね。でも全政党に聞きました。あ、そういう部分でちゃんと聞いてるわけなんだ。はい。認められそうですか？まあ、そうですね。同性婚に興味あるんですか？いや、私はそういう…すげえ掘るじゃん。いや、私はとかではないんですけども、いいと思います、同性愛って。なんか男同士で愛し合ってるシーンとかすごい憧れます。男同士で抱き合ってるの、しててください。はい、ですね、坂井優斗さんについてもっと知りたいんですけれども、なんか普段は趣味とかをあるっていうふうに聞いたんですけれども。聞いた。キツツバサ君趣味。いや、違う。人が趣味じゃないです。その方って誰ですか？キツツバサ君って今普通にアイドル。アイドルさんが好きなんですね。追いかけるのが趣味。キサルキスっていうアイドルグループのメンバーに。吉田さんですけど、トマン君とバトシン君、はい、翼くんと、あとダオくんと、志村くん好きなんだね。すごい照れてますね。いや、でもそれ以外もなんか趣味があるっていうふうにお聞きしたんですけど。ほら、今日来た時に挨拶教えてくれたってなんですか？見せてもらったやつ。遊戯王。遊戯王じゃない。遊戯王見て、遊戯王見て。配信見て皆さん、僕この配信を始まる前に彼から遊戯王カード一切見させてもらってませんから。一切見てないですから。男を愛したら、あれですよね。で、レコードが。あ、そうですよね。ずっともう右下に用意してある。ちょっと待って、若干脇腹あたりぶつけないでいこう。大丈夫ですか？これが、はい、ファンのともこさんで、名残雪っていう、はい、書いた。なんでレコードいろいろ集めてるんですよね。はい、なんでレコードを集めようって思ったんですか？美里ちゃんに恋をしたからです。美里ちゃんって誰ですか？女の子。出てくるなぁ。すごい、いろんな種類が。それがレコードなんですか？今でもレコード再生する機械とかってんですか？はい、すごいですね。そうなんですね。レコードは本当に…バイレボリューションの次が TH ウォーク、 TH ウォークの次はロングナイト、ロングナイトの次がなくってなくって、これでセンチメートルが考えるんです。その美里ちゃんのきっかけにいろんなレコードを集めようと。すごい。入ってる情報だとめちゃくちゃ手に入らないレアなやつも持ってる。それ売ったら高いですか？じゃあ、はい、パクろうとすなよ。目の輝き方が今違う。しのぶちゃんで、あ、坂上さん。これ皆さん多分そうそう見れないですよ。坂上しのぶさんです。すごい。バイキングとかのね。全然見せる。すげえ。いや、これは本当にすごい。すごいね。
え、そういうのどこで買ってんですか？これでフリスビーしていいですか？店で買って。いや、店は分かるんですけど、普通の修理ショップ。普段なんか行くようなお店とかあるんですか？普段はあのコンビニによく行ってます。え、コンビニ飲んでんですか？あの、ちょっと待って、コンビニにこれが売ってないの？これはレコードショップで買ってるんですけど、普段行くお店はあのコンビニに行ってます。だろうな。もう、あの、一歩ずれて答えが返ってくるのね。普段何やってますか？ご飯食べてます。違う、あの普段行くお店って言われたから、すげえこういう、ね、こういう人の頭の中興味あるんですよ。何本ネジ外れてる？分かった、分かった。みんな一回目を閉じて、一回もう久美ちゃんもみんな目を閉じて、はい、鼻から息を吸って深呼吸をします。違うんだよ。ストレッチマンはあのここら辺の体操するやつでしょ？はい、今深呼吸をしてみんな一回落ち着こうねっていう話戻します。趣味はレコード集めっていうことですよね。はい。特技とかなんかあったりします他に。例えばこのスポーツが得意だよとか歌が得意ですとか。なんだ昭和のレコードだったら何でも答える。ああすごい。でもそれもすごいよね。じゃあ昭和のアイドルの今から40年前のこの11月9日に誰の CD が発売されましたか。そう今から40年前の今この11月9日わかんない11月では。最後さゆりさんの、なんだっけな、女たらしの歌、女嫌いの歌。言うよ俺、女たらしの歌を歌う。女嫌いの歌。ちょっとこだって。毎週木曜日、曜は素敵だ。すごい。すごいですね。なんかそれ、もう特技だよね。特技だね、1967年。その2年後に小池百合子さんが出馬したと。あ意外にこう見ると歴史詳しいんだろうね。その中に語ったのがブルーライト横浜。あ、ブルーライト横浜。ゆうよ、どうだろう。ないっす。意外にそこら辺の曲って渋くていいよね。もし昔の曲興味ないです。なんか合うのと合わない。なんか結構さ、最近の若い子の歌とか歌うじゃん。さっきのタバコだったりとか。俺ね、やっぱね、太陽と月で一番印象に残ってるのは空なの。あ、キングダムハーツの空だよね。キングダムハーツの空だった。キングダムハーツの空、知ってる？ちょっと歌ってみてもらっていいですか？どんな時だって、たった二人で。聞いたことある、聞いたことある。光の光です。あれ、空は主人公。あ、そういうつながりね。あ、そういうことなの。ごめんね、てっきり曲名が空だよと思って聞いてて、いきなり題名光です。すげえ。あの山口百恵さんとかも聞きますか？はい、大好きです。私もたまによく歌うんです。ちょっと待って、プレイバック、プレイバック。ちょっと待って、黙って。一緒に今ありがとうございます。将来は結構
思って、あ、なんかしたいなって思って、ね、ゆうやさんが相方がいいなと思って絶対うちの相方は無理あの、ゆうや、無理とかじゃない、ないからあとかギャルですけど、ほんまで、私の他の趣味は、はい、あのマリンスポーツが好きで、前言ったと思うんですけど、あのダイビングのライセンス持ってます。はい、一生浮かび上がって、マリカさーいで、バレルボート乗って、なんかあのキャー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 叫ぶのがすごい好きなんですよ。あ、でもバナナボートが好きっていうのはちょっとわかる。あの、なんていうの、あのさ、ジェット運転するじゃん、うん、それでさ、振り落としたりとかさ、振り落とされたりとか、なんか完全になっちゃった。もう冬、これから冬だから、まあね、振り落とされた時に、なんかね、ある男性が私に手差し伸べて、こうやって抱き止めて抱き上げてくれたんで、それがもう嬉しくて。あ、経験談それ。そう、経験談、ガチの話です。その助けた男は一生後悔してるなえ、その、そっから恋に芽生えたりとか。いや、それって一回ってない。そりゃそう。え、今までお付き合いされてたことってあります？あ、ありますね。ガチ。え、そうなの、ね、どんな男の人なんですか、それ。前に、一個前に付き合った彼は、これガチ、これもガチの話なんですけど、はいはいはい、映画のオーディションで一緒になって、なんか監督さんから指示されて、はい、告白のシーンエチュードやってって言われて、はいはいはい、僕は君のこと一生愛してるとか言われて、ディープキスをされたんですね。で、そのエチュードの段階で、そう、そのそうエチュードの段階で、即興芝居、即興芝居で、そうそう。そして、その映画のオーディションが終わった後に、あのちょっとルナ来てよって言われて、うん、さっきのは実は僕、エミじゃなくて、僕の本心なんだよ、だから付き合ってって言われて付き合うことになった。え、それいつ見たの？夢？夢じゃないの、リアルなの。いや、やっぱりあれなんだね、本当にやっぱり芸能活動やってるとさ、いろんな人がいるんだね。いるね、クイちゃん。ちょっと私がロマンチックだから、夢と現実の区別くらい作って。すいません、ロマンチックだと一度も思ったことがないので。ロマンチックだって、東京タワーの上からお姫様抱っこして飛び降りたいなんてロマンチックじゃない人が言うことじゃないでしょ。あ、お姫様抱っこしてそのまんまビルの上からあなただけドーン。いや、抱っこされて一緒にそのままの姿勢で着地したいの。着地したいの、うん、え、待って、お姫様抱っこして着地したいのってことは、お姫様抱っこしてビルから落ちなきゃいけないわけじゃん。そうそう、ビルから落ちてそのままの姿勢で着地したい。全員うるせえな夢なのそれが。私はでも前回の段階でゆうやにそれをお願いしてたのよ。で、ゆうやの足を骨折る気かって言ってめっちゃぶち切れてるっていう。ゆうや、相方殺そうとしてるぞ。いやいや、ゆうたくんしてくれないですか。しません。足は大事にそうです、ね、したいので。あと皆さん気づいてました？あの酒井くんがね、だんだんね、俺に知見だ。もしかして声張っていっちゃったの？じゃあ翔平くんとゆうやだったらどっちがいいですか？同じくらいです。じゃあどっち？じゃあデートしましょうよ。あ、いいですか？あ、じゃあ私も。いや、いいです。あ、何入ってこないで。どこ行きます？レコードショップ、吐き気、あ、いいっすね、気分不快、この3つの症状が出た方は119ですぐ病院へ。でも童貞なのでえ、そうなんですか。え、童貞なの待って、気分がいますね。翔平くん食いついちゃダメでしょ、これきっと。あ、それ鹿児島の方も見てるんですよ。あ、そういや、今日そうです、あの坂本龍馬としても応援してくれてる人もたくさん見てると思うんですよ。童貞なのなんて聞いちゃダメ。それ組が聞くから。ごめん。俺だけは。それは男の人とやりたいってことですか。はい。何の質問やる。でもね、ここの、社長いるんですけど、結構ね、坂井優斗くんのことお気に入りみたいな。本当ですか。そうなんです。え、じゃあその方でもいいですか。はい。じゃあぶっちゃけ男なら誰でもいいですか。合わせてください。その人。あ、今目の前にいるんですね。目の前にいます。うちの社長です。めちゃくちゃ男なら誰でもいいんですか。違います。僕、吉翼くんがいいです。あ、理想が高いんですね。あ、私じゃあデートできない。あと、花岡壮太、花村壮太。じゃあデートできないです。俺デートできない。いや、無理です。もうそんな理想高い人俺デートできない。理想高いですよね。そうです。私もゆうたさんもいいなと思うんですけど、羽生結弦くんのすごい大ファンなんです。あ、僕も最初はやばいです。あ、一緒だ。仲間。それも全然ファミレスに行ってもらったら。いや、私じゃあ羽生結弦くんと付き合うのどうしたらいいと思う。え、僕羽生結弦くんと付き合うのどうすればいいですか。いや、私が聞いてるの。両方無理です。一ジャンプで17回ぐらい回れるようになったら注目は浴びると思う。確かに。でも、僕新藤光くんとも結局誰がいいんですか。あ、それかイナバウアーをやるときにもう頭まで全部つけて滑るとか。で、ここだけ一箇所剥がすとか。いや、あれですね、2頭もの1頭ですか。だから1人に絞った方がいいです。誰
ゃあ言うよ。あ、どうしましょう。じゃあ、じゃあここは僕自分で行きます。自分で行く、ね、自分を愛する、はい。もうね、はっきり言っていいですか、お手上げです。今日まとめ役で言ったんだけど、お手上げです。しっかりね、ゆうや、はい、頑張ったらお金あげる、はい、今日ギャラ発生する、今日はお金あげる、よっしゃ、うん、クビちゃん最後まで嫌でもここにいてくれたらお金あげる。頑張ろう頑張ろうぜ。3人頑張ろうぜ。頑張ろう、私たちも頑張りましょう。あなたたちのために俺ら頑張るので、はい、これ以上頑張ってもらうとちょっとね、きついかな。それこそ、まもなくね、ファッションコーナー始まるんですけど、はい、服とか興味あります？はい、どんな、はい、服ですか？ピンクが好きなんですか？はい、普段どこで買い物するんですか？買うとき、ビゴ。あ、でもビゴいいね、意外に安くて、安いっていうあれでもないけど、確かに品揃えはすごい、ね、俺も好きです。ゆうたろうさんがビゴですよ。ゆうたろうくん、ゆうたろうさんって誰ですか？今話題の、いや、1年前ぐらいに話題になったジェンダーレス男子。うーん、意外にウィーゴってさ、こう本当ファッションリーダー的なさ、若い高校生とかね、最先端の人たちとか、ホリエフィックスピンズとか原宿とかがすごい、ウィーゴすごい地下降りるんだけど、やっぱり女子高生も多いし、若い男性も多いし、なんかやっぱりアパレル店員に会いに行くっていうのが、そうそうそう、それがアパレル店員出てきたりとか、そう、ホリエフィックスが働いてるんですよ。あ、そうなんだ、じゃあ会いに行くといいと思うよ、はい、うん、だから、でもいつ会うか分かんない、まあ、そこはね、時間を調整してもらって、紫さんはちなみにどこで洋服買うんですか？私、109とか。あ、109で買うんだ、目立つそうですけどね。そうかな、いや、嬉しそう、めちゃ褒めてる、嬉しそう、嬉しそうですね、うん、その洋服は違うんですよね。あ、これは、はい、フランスのミスコに出た時に、主催者の方にいただいたんです。だから、なんかディズニーとかがある。すみません、お尻を出さないでもらっていいですか？はい、まもなくね、ファッションコーナーがお尻かじりそろそろね、始まりそうなんですけれど、ちょっと寄りましょうかね。はい、ちょっと寄りますか。ヤフーショッピングさんライブ、ヤフーショッピングライブの、そうですね、ちょっとクルーズ TV を見てる人はちょっと知らないかもしれないんですけど、はい、先週からですね、くみちゃん。そうですね、はい、先週日曜日から行っているんですけれど、まもなく始まるので、皆さん、はい、いつものようにファッションコーナーをね、はい、楽しんでください。まもなくね、大貫さんをお招きしたいと思うんですけれども、今日も来てくださってますか？はい、今この段階でフレッシュがね、450、ありがとうございます、450人の方が見てくれてるんです。ありがとうございます。でここで大貫さんが出たらね、きっとね、グワンと上がるんだろうね。あ、大貫ファン多いんだよね。翔平くん、ちょっと嫉妬してるでしょ。いや、ちょっとじゃありませんけどね。人を妬むのは良くないよ。そうだね、それをね、自分のバネに後で、うん、それは話すわ。はい、そして、まもなく始まります。はい、始まりました。始まりました、イエーイ。ここからはですね、はい、ヤフーショッピングライブクルー、はい、すいませんね、もう一台のカメラの方でちょっとヤフーはやってますので、はい、ここからはですね、ヤフーショッピングライブのクルーズ TV の放送も合流で行います。イエーイ。ここでクルーズ TV って何っていう方にね、改めてまた紹介したいと思うんですけれども、毎週木曜日曜週2回19時から90分間アベマフレッシュで生放送している番組です。クルーズ TV は東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしております。こちらもね、自由ですので、皆さん観覧しに来てみてください。はい、ここのね、スタジオの中ですね、セレクトショップクルーズですね、はい、ヤフーショッピング内にもお店を出店しておりまして、海外ブランドを中心に150ブランド、5000商品を取り扱っております。ぜひね、ショップページもご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、ここからですね、ファッションコーナーに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。実際どう、久美ちゃん、この間の、この間第1回やってみましたけど、今日はまた看板が出たりとかね。そうなんですよ。看板もありますのでね、はい、これだけのブランドがね、取り扱い、取り扱いがあります。もっとあるんですけれども、はい、じゃあここで大貫さんを呼びしちゃいましょうかね。そろそろ呼びますか。はい、はい、セレクトショップクルーズのオーナーである大貫さんです。イエーイ。大貫さん、今日
早いね。今日はちょっと早めに。おのきさん、なんか事故が起こって辛い思いしてんの？はい、辛いです。何回事故ってるか分かんないです。おのきさん、はい、こんばんは。こんばんは。はい。ね、毎回挨拶するんだね。毎回挨拶するんだね。あと、おのきさん、もうちょっとこっち来れますか？ゆうとくんが。はい。ゆうとくん隠してるよ。はい。まあ、いいか。はい。でも、ポン。いいのかな？はい、これで大丈夫です。はい。はい、はい、本日は何を紹介してくれるんでしょうか。先週、はい、4商品紹介したんですけど、はいはいはい、2商品しかバナーが出なかったらしく、いろんな方から、ちょっと問い合わせをたくさんいただいてしまいました。申し訳ありません。さて、今日は4つバナーが出るといいなと思っております。いや、ぜひぜひこのね告知配信で、はい、良さを伝えますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、今日一つ目の商品が、はい、伝説マキナの、トートバッグを。トートバッグ、イエーイ、はい、お、はい、これですね。かっこいい。LA の、はい、どこだっけな、ビーチの方で、はい、ショップがあるんですけども、はいはいはい、結構、LA とかオーストラリアとか、うん、海外の方で結構人気があり、はい、原宿の方にも、お店があるブランドです。原宿にあるんですか？上原の方にあります。上原、裏原か、裏原の方に、はい、情報によると軽量で耐久性の高いポリエステルのリップストップ生地を使ったトートバッグということで、意外にでかい。おー、いいね。何キロぐらい入りそうなんですか？さ、どれぐらい入るかな。キロでは分からない。これにね、多分ね、俺このバッグ買ってもね、これにお肉は入れないと思うから分からないですけど、はい、でも結構大きい。今からの入るね。今からの季節、ほらマフラーだったりとかニットだったりとか、うん、ちょっとね、厚着しすぎたかなっていう時に全然入れられる。いいね。もうプレゼントとしてもね、クリスマスだし。今からね、クリスマスプレゼントだし、組み見て。見えるかな？ここにあれが書いてある。ロゴがね、ちゃんと書いてあって、おしゃれ。色とかって、その黒の黒並みです。いや、こんな黒があるんですか？これはね、男女兼用です。だからカップルでさ、なんか例えばジム行くとかさ、そういうのにもこうやってお揃いで持ってる、ちょっとおしゃれな感じもするね。しかも何でも合わせやすいですし、そうだね。いくらくらいなんですか？これが5,400円。いいですね。うん、紫さんどうですか？素敵です。はい、はい、ありがとうございます。シンプルでいい。はい、はい、トートバッグとか興味あったりします？ゆうとさん、トートバッグっていうのは初めて聞きます。うーん、トートバッグは意外に。トートバッグ普段バッグとかあんまり持ち歩かないんですか？その大きいのばっかり持ち歩くんです。これで、あのレコードが、はい、大丈夫です。いや、実際久美ちゃん、はい、実際僕ね、はい、本当にこの間3年ぐらい使ったバッグがちょうどなくなって、ちょっとね、ボロボロなっちゃって、はいはいはい、本当ね、あのクルーズさんにもお話しして、うん、いいバッグありませんかって言ったら、一番最初にこれが出てきたんだよね。じゃあ買えばいいじゃん。結構在庫とかもあるみたいだから、クルーズでも買えるし、ヤフーでももちろん。はい、買えます。はい、翔平くん、クミも欲しい。これ、買うか。ゆうやも欲しいっしょ。俺も欲しいっす。じゃあ、ゆうたさんのも買ってあげて。ちょっと待って。この配信すごいんですよ。あのヤフー皆あの見てる皆さんもなんですけども、ここで紹介する商品、全部僕買うことになっちゃうんですよ。AD プロの AD ゲーム。でも5,400円、これちょっとリーズナブルな値段で、うん、これがさ、正直2万って言われたらきつい、正直。あ、そうだね。だけど5400円でしょ。8人分。8人分え、待って、8人分。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当ですか？仕方ねえな、もう。やるよ、じゃあ。なんだかんだ優しい。じゃあ、今日お願いします。はい、今度ね。はい、そして続きましての、はい、続きまして、はい、商品に行こうかなと、行きたいなと思うんですけれども、でもさ、いいね。でも一発目からバッグって珍しくないですか？いつもほら、パーカーだったりとかジャケットの紹介はあったけど、一発目からバッグが来るってことは、今日の洋服ちょっと期待できるんじゃない？期待できるね、本当に。なんかちょっと、なんかちょっとアクシデントが起こって、ちょっとアクシデントが、はい、ちょっと役の皆さん申し訳ありません。クルーズ TV を見て皆さんはそのままでお待ちください。はい、大貫さんが今呼ばれてる、はい、呼ばれてますね。ちょっと確認作業の方に、はい、もしかしたら配信ができていないっていう、ポーン、
可能性もあるんですけども。いやでも実際やっぱりこういうのが本当にハプニングとしてあるじゃん。生放送、本当生放送っていう感じだよね。うん、本当にやっぱりさ、あれじゃない、あ、ゲストのせいじゃない何なんで私たちのせいなの、まあ、それもあるよ。あまり今日話してないです。何この二人が揃うと何地デジが狂うの電波、電波。電波の大問題が。電波少女。そう、電波組とか言うから、電波組とか言うから、視聴者は面白いかもしれないですよね。俺がもし視聴者だったら、こういうハプニングの一個の面白いですね。あー、ね、助かります。本当にそう思っていただけたら。実際さ、実際あの今こっち側から洋服の紹介はするじゃん、うん、逆にさ、どういうアイテムとかどういう洋服が欲しいとか、クミちゃんある？クミだったら帽子、うん、あ、この間帽子、ニット、うん、欲しい、似合ってたもんね。すごい欲しい。まあ、あとハットを被るんで、いつもあのボイスステーションの時には。だからハットに合う洋服、なんかレコードつけてませんでした？あ、それはファッションですね。はい、はい、じゃあ結構じゃあ帽子を中心にした洋服が欲しいんだね。ゆうやはどんなの欲しいの？俺がクラッチバッグ欲しくて。あ、クラッチバッグがいい。クラッチバッグ、今なんか自分使ってるのが大きいんですよ、めっちゃ。うんうんうん、めっちゃコンパクトなクラッチバッグ。でもさ、コンパクトなのだとさ、あ、大貫さん戻ってきた、ね、この自由自由ですね、はい、じゃあもう一回ちょっとヤフーの方をちょっと紹介から始めさせていただいても、はい、大丈夫、前半だけでやったから、あ、次の商品いきます。はい、じゃあ次の商品いきたいと思います。はい、はい、続きましての商品がですね、バンズの裏地ボア付きシップアップパーカー。パーカー、はい、あれ、パーカー珍しい。結構スニーカーとか靴の、有名なバンズさん、このロゴ見たことある？珍しいですね、うん、バンズのね、ジャケットは初めて見た、はい、あ、裏地がめっちゃあった、モコモコしてるやん。これからの季節にちょうどいい、すごいモコ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 してて、で、裏地はブルーちょっと、で、胸にワンポイントがロゴ入ってるし、どう？似合うね。青似合いますね。いや、ちょっと立っていいですか？青、この青すごい綺麗、うん、いいな、めっちゃいいね、深みのある青、うん、いいね、深みあるし、これ逆にチャックを閉めるとどうなるの？チャック閉まりにくいんですか？これね、チャックが逆なんですよね。あー、そう、そのこれを買う人ちょっとおかしいんですけど、これチャックのつけるやつはいつもだったらこっちから上げるはずなんだけど、これね、こっちをつけなきゃいけないから、逆のも多いと思う、多い、うん、あ、俺結構初めてかもしれないですね。でもなんかそれすごいあったかそう。いや、めっちゃあったかい。なんかパーカーってさ、パーカーの上になんかジャケット羽織ったりとかしなきゃいけないイメージがあったりとかするけど、なんかジャケットとしてもね、全然使えるぐらい。いや、シンプルにめちゃくちゃいいね、これね、うん、僕似合うと思います。パーカーは多分似合うと思うけど、やっぱり人それぞれ洋服買うときに合う色っていうのだから、結構ピンクのイメージが強いので、青が合わない方もいるとは思うけど、着てみる？ピンクあるんですか？はい、ピンクない。え、でも誰にでも合いそう、それ。これ、ね、ブルーとグレーがあります。いくらだっけ？これいくらだっけ？これ1万4000円ですね。そう、みんな値段先に聞くの。最後みたいなとこあるけどね、値段って。大丈夫、大丈夫。これが1万4000円。でもいい、だとしたら全然高いですか？今、バンズさん結構ね、人気高いから、うん、なんか、うん、それこそ根強いファンが多いブランドとしてね、まあ、スニーカーでね、本当に有名だし、うんうん、俺思ったんですけど、酒井優斗くんが洋服着ると、うん、あの見えないね、俺いなくなんなきゃえ、これってこっち着てるんですか？そうね、さっき言ったやつですね。え、さっき締めたよ、子供か。でもね、これあれ意外にね、つけにくい。慣れない、ね。あ、じゃあ慣れないとつけにくい。めっちゃてこずってる。ねえ、初めてだった。こっちから上げないで、こっちから上げる。はい。あ、でも似合う。うん、全然おかしくない。すごい、オール青、ちょっと一回立ってもらっていいですか？オール青みたいになってる。ブルーマン。でも似合うね。これってメンズですよね。うん、でもメンズレディースどっちでも。え、女の子がこれダボっとしてきたら可愛いさ、うん。いや、わかる。女の子もあるさ。これサイズ、今着てるのこれサイズ。サイズがある。
結構、でも今 S 来たけど、意外に S でもでかかった。普段あの L が着るんですけど、なんでだろう、やっぱ海外のブランドだからちょっとブラあの S サイズもちょっと大きめなんですか、ね、じゃあ女だったら S じゃダメなんじゃない、ちょっとダボっとした感じで着る感じになる、着崩した感じで可愛い、いや絶対可愛い、ボアがついてるから、だからあのあまりきっちりちっちゃく着るのがちょっときついから、もう女の子のそのさ、わかる、あのワイシャツとかでもさ、ダボ男の人のをわかる着て、なんていうの、そのまま歩いてるのとか見ただけ、ちょっと女側からしても多分キュンとするのよ。いや確かにね、それもあるよね、女性の洋服の着方、袖がこうなってる、そう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 ちょっとしなくていいですっていうかね、うん、やっぱりこの季節、うん、やっと寒くなったじゃない、うんうんうん、だからそういうなんか女性のちょっとした仕草っていうのもちょっといいよね、あーわかるわかるわかる、うん、可愛かった、なんかちょっと気使ってる仕草とか紫さんあります、男の人がですか、男の人がいた時に、あ、私その、はい、洋服じゃなくて寒い時とかに、うん、俺の体でルナを温めるよって言われた、あーそうなんですね、ロマンチックでしょはい、誰か言ってあげる人募集してます、クビちゃん、はい、ヤフー見てる人多分俺たちのこと分かんない人もいると思うんだよね、あ、そっか、そういえば自己紹介やっちゃってもいいですか、そういえばしましょう、ごめんなさい、すいませんね、本当に私の段取りが悪くて、いやいや全然全然もうね、今日はねすごい台風が来てますからね放送事故寸前ということでね、はい、じゃあ、はい、じゃあ僕ら紹介したいと思います、MC を務めさせてもらってますクルーズの専属モデル福永翔平です、よろしくお願いします、お願いします、はい、そしてこの番組のアシスタント MC を務めます久美吉こと西尾久美です、よろしくお願いします、久美ちゃん、ゆいや、はい、シンガーやってます、太陽と月という名前でアーティスト活動してます、お願いします、ゆうやです、お願いします、前回ゆうやいたんだよね、そう、前回いたのがあの相方ですね、でいなかった方の相方が今日来てますの で, すまたよかったらね、ツイッターメブロを検索してみてください、よろしくお願いします、はい、で今日ですね、じゃあまず大貫さんが紹介しようかな、はい、はい、クルーズ の, 世田谷クルーズ の, オーナーの大貫さん、毎回ここでファッションコーナー出ていただいてますけれども、はい、本当にどうでしょうか、はい、だん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 洋服もね、最初に比べるとだんだん本当に変わってきてるもんね、うんうんうん、はい、そうだね、季節に合わせてみたいなね、で続きまして紫さん、ゲストゲストの紫ルナです、はい、ゲストの紫ルナです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと顔が隠れてるんですけれども、これ逆だね、こっちだねそう、はい、自己紹介をまたするの、はい、もう一度ヤフーショッピングさんに向けて、あ、はい、酒井優斗です、よろしくお願いします、はい、酒井優斗、はい、じゃあまた僕の声絶対隠すのね、絶対隠す、絶対隠すねじゃあくみちゃん、はい、次の商品ちょっと待って、はい、続きましての商品に行きたいと思います、はい、続きましての商品がですね、ホリスターのニットジャケットという、おーすごい、ニットジャケット、これまた渋いね、確かに、すごい、はい、こちらどういった幅広の姉妹ブランドの、ホリスターの、はい、やっぱ冬にちょうどいいニットジャケットです、クビちゃん、はい、今ね、開けたら見て、ちゃんとロゴはね、もホリスターって書いてあるんですよ、これまたワンポイントがね、これも S サイズか、それなんかイヤホンホールなど機能性も抜群ということで、どこどこ、こっちですか、あっ、すげえ、見せて、ポケットの中からイヤホンだ、イヤホンここ、すごい、初めて見た、すごいね、ちょっとなんかめっちゃあったかいじゃん、なんかすごい、なんかぬくもりがすごい、あ、意外になんか細身になってんの、いや、これも逆だ、結構なんか最近逆なのかな、逆なのかな、海外は逆なのが多い、なんか普通に家でこうやって過ごしたいいね、なんかフードとかさ、ないからさ、逆にコーディネートしやすいね、ね、確かに、うん、上まで上げるとちょっときつめな感じもするけど、でも全然普通に着る分には上からマフラー巻いてもらっても全然いいし、これもメンズレディース兼用、そうです、色は、色はこの色だけです、いやこれ一色ってなんかいいね、レア感があっていいね、本当にあったかそう、めっちゃ、ちょっとがクイちゃん、この色だから狙ってる、狙ってるんですか、狙ってる、でもこれ意外にちょっと細いかも、腕入れるとクミちゃんちょっと入れてみて、結構意外にちょっとクミさん入んないんじゃない、言っておきますけど、今の発言、ゆうやは悪いと思うでしょ、でも一番悪いのはその発言を笑った人間だから本当だよ、でも結構体がってちゃんと注意したんですよ、ありがとうございます、い
ね、ゆうやさん、ありがとうございます。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 そうやってね、体のこととかね、美容とかそういうこと言うの。背詰めたらこっちが辛くなる。そうやって気をつけるんですよ。意外にきつくない？あ、でも、女の子にはいい感じ。あ、似合います、すごい。ちょっとこっち見てもらっていいですか？あ、これ本当だ。難しいでしょ。ちょっとバカにしてたけど、本当に。意外に慣れないと難しいでしょ。あ、すごい似合う。悔しいけど、ちょっと可愛いな。なんかさ、玄関開けてさ、彼女がこんな感じで待ってたらちょっと可愛い。悔しい。おかえり。ピンクとハイ。絶対俺の家で玄関で待たない。絶対待って。イメージだね。確かに、クミちゃんのイメージではないけど、女性が来て、なんかどういう感じのイメージっていうのは多分見てる方は伝わってもらえれば。あ、でも、いい、この感じ。あの、クミちゃん、つけた。こうじゃないからもう。そうだね。ラフな感じもいいよね。いい、これ。すごい、超あったかいし。これ、お値段。これ、お値段は、16,200円で。あ、さっきのより高いんですね。いい、でも、これ。ミントだからね。しかも、ミスターっていうのは。ブランドね、やっぱブランド力って強いんだよね。これあのうちの事務所の社長も狙ってるらしく。マジ狙ってる。翔平くん、うちの稼ぎ頭なんですけど。お願いします。さすが IT プロの ATM。 あの、ちょっといいか練習すんだよ。いや、でも今日結構なんかやっぱ冬っていう部分をやっぱ攻めてきてるのかな。ね、来週からすごいブランドならしいです。へぇー、見てないと。はい、には気をつけて。続きましての商品がですね、最後かな。はい、アバクロンビー。アバクロ、またアバクロのクローバーパーカーで。これすごい。はい、クローバーパーカー来ましたね。あ、待って、これ絶対いい。これ超いいやん。かわいいパーカーでーす。翼くんが言ってたら、まあ、それで本当にこの翼くん超じゃん。ワンポイントのロゴいいね、うん、真ん中に。でロゴちょっと来てみよう。え、これどこのブランドだったっけ？これアバクロです。人気アバクロから厚手ですが、ふわっとした着心地のプルオーバーパーカー。え、めっちゃこれいいよ。え、これゆうやが今日パーカーじゃなかったら全然これ着たいぐらい、マジでいい。着てたっていいと思う。着てたね。うわ、いいなそれ。え、これも男女兼用。そうですね。これ、なんか最近大貫さんがさ、こう紹介してくれる洋服って男性だけとか女性だけじゃないんだよね。女性と男性で2人で着れる、なんかカップルコーデっていうかさ、なんか考えてますね。冬だからってか。クリスマス来るもんな。待って、これ本当にクミが欲しい。いや、かわいい。クミちゃんパーカーに、あ、これポケットみたいつながってます。だろうな。だいたいそうだもん。カニ。じゃあ、だいたいそうだ。反対の方から手入れてさ、ギュッて握られたいな。絶対やりませんか。絶対やりません。坂井くんまで考えてもね。あ、ありがとうございます。はい、で、しっかりとしたアプリケ刺繍はクラシカルなデザインです。スタジャンとなどとも相性抜群。あ、合いそう。この上からさ、あの、クミちゃんだったらデニムとか。あ、いっちゃない？あ、いっちゃないとか、かっこいいんだ。いい感じがするな。いいね。ね、この上にデニムジャケットとか。これお値段は？これは14,500円です。でもなんか最近ね、まひってんのかな、はい、14,000円が、お、安いなって感じちゃうんだよね。ああ、さすが ATM。いや、違う。いや、お高いんですよ。お高いんですけど、なんか結構クルーズのブランドって高いイメージがあるんだよね。あ、これよ、あの、芸能人の悪いところよ。いや、違う。ちょっと稼ぎ出したら、貯金が、ベクラだ、貯金が。すぐ調子乗ってね。残高紹介、残高紹介。アメブロで書いてやろう。助かります。本当に皆さん楽しみにしてどうする。福永翔平、あの、アメブロ貯金額って出たらちょっと焦るんだ。あと暗証番号も書いてて。なんで誰たちでも。やめろやめろ。なんで俺みん世界みんなの ATM じゃないの。ATM 俺のだけだからすげえな。いや、でもサンシャイン池崎さんみたいなね、あの、叫び出すみたいなね。イエーイとか言わないと。やめて、地元一緒なんだ。地元鹿児島一緒なんだ。あ、でもいいですね。本当にこれ似合う。ね、これいい。パーカー、なんて言うんだろうね。生地感がなんかめっちゃいい。なんかパーカーも安いのって言ったら言おうと思って。はい、薄いかも。薄いからこれ1枚でできるのか。簡単に着てます、これ。着てない。こういう感じだ。そう。で、これ反対に着て、こんだけドヤ顔で、あの、ヤフーの皆さんとかに宣伝してたら、俺だいぶ痛い。てか逆に、あの、クミちゃんなんで言わないのってなっちゃうし、そ
ケースちゃんと。そう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 。あと言っとくね、一応あのこのブランドの専属やってるんで、ちゃんとやってますから。はい、あのそんな感じで本日の商品は以上ということで。はい。はい、大貫さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。次の日曜日。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、次の日曜日もね、19時から。クルーズ TV をやっていますけれども、はい、このヤフーの配信は19時30分からありますので、はい、でもいいね、それもこれちょっと来てこのまま配信をしたいと思いますけれども、でせっかくあのヤフーさん、ヤフーショッピングライブとあとクルーズ TV 両方ね今配信してるので、ここでねせっかくなので太陽と月のゆうやに、前回ゆうたに歌ってもらったんだけど、ゆうやにね最後歌っていただきたいなと思うんですけれども、それもうゆうやの歌が良かったらもうこの洋服いいなと思うのがね、あったと思う人はもういいねボタンめっちゃ押してもらって、はい、あの前回1万3000いいねをいただけたということで、もうね、大貫さんが出るとすぐ盛り上がるんだよね、はい、あの冬歌を、はい、せっかくなので、まあ、この季節なので出ないんですけど、はい、まあ、サビだけ、はい、はい、バックナンバーさんのヒロインというか、あー、はい、めっちゃいいね、いいね、ヒロインは私よ、はい、はい、あのちょっと静かにしててください、はいはい。じゃあ行こうと思います。はい、お願いします。雪が綺麗と笑うのは君がいい。綺麗だよねって嬉しそうなのも。転びそうになって掴んだ手のその先で、ありがとうって楽しそうなのも。全部君がいい。ありがとうございます。めっちゃいい。いやいやいや、めっちゃいいね。バックナンバーさ、いいよね。大好き。めっちゃ曖昧でしたけどね。めっちゃ曖昧でした。だからもう本当に急なリクエストだもんね。ね。話も打ち合わせの段階で話してないし。歌うことすら言ってない。そう、あのコメントでね、あの汚らしく冬歌をリクエストを。いやでも、やっぱり冬のさ、歌っていうと、はい、声だけの人がさ、歌うとめちゃくちゃ響くよね。いいね。喋ってる時と歌ってる時の声が違いますね。はい、やっぱり、ね、それはやっぱり、ゆうややゆうたって、まあ、太陽と来てユニットを組んでるんですけれども、あの、やっぱプロとしてね、やってますから。はい、今の段階でね、7000いいねということで、ありがとうございます。で、まもなく、はい、もっとね、皆さん連打しまくってください。よろしくお願いします。すごいな、うちの MC たち、欲張りだな。ゲストのおかげも一時あるんですか？何ですか？あ、ゲストのおかげも一時期。はい、ありません。ないでーす。ここまでさ、あのゲストをね、あの、下げるっていうのは珍しいよね。あ、今日はあの放送事故寸前のキャスティングをしたのでね。クミちゃん、違うよ。放送事故なんだよ。寸前じゃねえ、もう事故って。でね、あの、そろそろね、あの、ヤフーショッピングライブの終了のお時間ででして、ヤフー、はい。あと5分間ですね。あと4、5分あるからね、はい、あと4、5分でどれだけいいねを押してくれるか。はい、はい、よろしくお願いします。ゆうや、かけようぜ。どれぐらいいいねくるか。私、じゃあ1万。この前いくつだったよ。この間1万3000。1万3000。じゃあ1万2000。1万2000？俺も1万2000ぐらい。俺ね、今日頑張って1万5000は行きたいんだよね。願望としては1万4000。あ、見てる皆さん別にプレッシャーかけてるわけじゃないですよ。やめろやめろ。皆さん指動かしてくださいねとは言ってませんけど。検証絵になって、その領収書はクルーズ TV まで。いくらが商品やめろやめろ。なんで俺が全部なんか医療費出すんだよ。大変なことだ。検証絵。検証炎っていうのは、なんかちょっと痺れとかある。いい、もう拾うなと。後で検索して。はい、あのこの放送事故ですね、あのヤフーショッピングライブご覧いただきました皆さん、まもなく終了なので本当にありがとうございました。毎週木曜日曜19時30分からお届けしておりまして、またのご観覧でお待ちしております。この後もね、引き続きでこの放送事故続きます。え、続きます。あの、アベマ TV フレッシュの方でね、生放送をしておりますので。あ、2つでやってるんですか？そうなんです。あの 今ですか？あの2つで行っておりまして、ヤフーショッピングの方は終了してしまうんですけれども、この後も引き続き、はい、アベマ TV フレッシュの方で生放送をしています。よろしければね、クルーズ TV 芸能情報で検索してみてください。Twitter のページはね、フレッシュのページが探せますので、ぜひ続きもね、見てみてください。よろしくお願いします。はい、くみちゃん、長々ありがとうございます。もうね、結構ね、そう、はい、なんかこういうナレーションもなんかすごく上手くなってきたよね。ほんと、くみちゃんだって全然噛まない。羨ましい。噛みます噛みます。え、噛んでばっかりですよ。おい、じゃあ、おい、あの縦がって
をご覧ください。よろしくお願いします。もっと事故が起こるんだろうね。やばいね。残りの30分これ命かけるわ。今日キャスティングしたのまず翔平くんだから。ほんとにイエーイ。じゃあ慰謝料取るなら翔平くんから取ってください。あの言っていいですか、慰謝料を取るなら翔平くんからっていう前に慰謝料取られるようなことしないでもらっていいですか。すごいよね。 MC2 人分のさ最初さハンマー用意されてたもん、ね、そうハンマー準備したりしたもんね。あのガチの重みのあるハンマーを用意して、これで俺ハンマー持ってたらガチじゃん。これでハンマー持ってたらガチ。怖すぎる。あのゲストを殺しに入っていう謎のね。ザ・ブルーハーツのハム。はい、ありがとうございます。いやでもね、このヤフーショッピングやってみて思うけど、なんか、なんていうんだろうな、ヤフーのヤフーショッピングでいろいろさ、イベントっていうか、ポイントとかもね、つ、はい、いたりしますので。そうだね、なんかそれでさ、いろんなものが、食べ物とか ね、いっぱいね、いろんな、なんか5倍チャンスとかもあったりするんでしょ。今9000いいね。あと1000欲しい。あとそしたら1万でしょ。まあ1万になったら何かするわけでもないけどね。翔平君が1万円くれる。翔平君が。だってよ。ちょっと待って。あの今ね勢いで見たらみんなに1万円やるよって言うかなと思ったの。あの1万人に1万円やったらさ、いくらになる ?1 億。これいいねボタンいっぱい押せるのよ、1人が。うん、1人がいっぱい押せるので。YouTube ですか？で、ね、一番いっぱい押した人が1万円商品獲得。ちょっと待って、なんで俺何 Yahoo の皆さんに1万円プレゼントするの？残り1分なのでもっとみんな。でもここで、ね、後からのバリあの後からパターンの来てほしいですね。なるほどね。はい、あのこの流れで言っておきますよ。1万円あげないよ。あもう綺麗でなんでなんで。やめろ。ちょっと待って。そうなると俺1万いった？1万いった？はい、じゃあ1万円。2万やるわ。はい、はい、この後もね引き続きアベマ TV フレッシュの方でクルーズセタクルーズ TV 芸能情報で見てみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあヤフーの皆さんまたね。バイバイ。はい、クルーズ TV ただいま戻ってまいりました。はい、戻ってまいりました。どんどんはい、やっとね、やっとねこっちにも集中してね。いや、ヤフーさんはねやっぱりね緊張するね。本当だってこんだけ見てくれてるしさ、てかまさにだって1、2分でさ、いいねがヤフー1、2分で1万何千ってくるんですか。やばいね、すごいね、すごいね、本当に。前回もね、あのヤフーショッピング見てクルーズ TV の方に来てくれた方も結構いるらしくて、ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあここであの一回ね一区切りということで、はい、また続きましてのコーナーに第2弾にイエーイ、ますかね、ピノくん、イエーイ、プリコー。はい、あの、まもなくね、それこそね、寒くなってくるじゃないですか、うんうん、みんなお茶飲んだりいろいろしてるけど、帽子かぶったりね、いろいろしてますけど、まもなくね、寒くなってくるんですよ。はい。ということで、やっぱりね、人肌が恋しい季節じゃないですか。もう紫さんにぴったりの企画を。なに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 、やめよう、やめよう。デートスポットといえば、おクルーズ TV! 違う、どうするこう、あふれ返っちゃう。どうする困る。めっちゃみんなハンマー持ってきたら、ちょっとどうしよう。カップル。いや、でも、今クミちゃんが言った通りで、やっぱクリスマスも来るし、デートスポット、だってもうそろそろね、表参道だったりとか、ね、いろいろとか、イルミネーション。そうだね、クリスマスツリーもね、飾られるよね。そうだね、クリスマスツリーもいいよね。もうデートスポットといえばどこなんだろうね。レコードショップ。面白いよね。レコードショップってあのクリスマスになると、はい、クリスマスのレコード買うのがいいです。でしょう ね、 ね、あの夏休みにクリスマスソング買わないでしょ。それと一緒ですね。はい、一緒ですね、はい、逆にじゃあクリス夏休みはあの渡辺美里さんの夏が来たってことがいいでしょ。クリスマスは来ないでしょ。逆にどこに行って何をしたいです。逆にどこに最後です。紫さん、私これは夢なんですけど、はい、叶いません。聞こう、冷めて聞きましょう、とりあえず全力で、待って待って、俺その夢聞いてもいいよ。でも全力、鹿児島の人も見てるのでしっかりしてください、はい、毒吐かないでくださいね。彼が、はい、サンタクロースになってきて私のプレゼントを持ってきてくれて、そのまま彼氏と一緒にソリに乗って世界中を旅した。あのロマンチックでしょ。うちのサンタいるんですよ。クリスマスですよ。福永サンタ。じゃあクリスマスでソリに乗る。サンタの格好するんだよね。トナカイに乗る。そして空を飛びたい。ソリないの。ソリないんですよ。あれ、あれ、お金色のバイク、自転車。
転車。あ、でそれで空飛ぶ私。ET か。ET か。自転車で空飛んだら ET だろう。じゃあ空を飛ぶウェイトレスになればいい。空を飛ぶウェイトレス。あ、キャビアテンダーですね。24日一応配信なんですけど、二人はクリスマスでいないという。そうですね。もう多分お二人もご予定が埋まってると思います。翔平くんと。え、何？これ以上掘るのやめる。何？生贄？俺クリスマスの時間紫さんと過ごすの。そう。やべえ、嫌だな。本当ですか？え、やきもちですか？もしかして。ちょっともうクリスマス全員呼ぼう。俺やだわ。やべえ、あ、体調不良。あ、待って、俺ね、クリスマス俺ないんだ、うん、俺クリスマスないの。なんで？クミちゃん、よし、あの、ないそうです。で今、圧力かけられました。私、なんかクリスマスに苦い思い出があって、はい、私、小学校5年生の時にサンタクロースのためにケーキを買って、サンタさん、今日は私に来てくれてありがとうって手紙を置いといたんだけど、プレゼントも何ももらわなくて、ケーキと手紙がそのまま置いてあった。苦い経験がある。それ普通じゃないですか。いや、サンタさん信じてたら絶対来ると思って、なのに。いや、それ何歳の時ですか？だから10歳、5年生だから。いや、言っときますけど、サンタさんだって伝説上のね、伝説の生き物かもしれないよ。本当にいるよ、人は選ぶ。いる。サンタさんも人は選ぶんだよ。選ぶ。よし、はい、プレゼント、クマのぬいぐるみ、クマのぬいぐるみ、紫さん、じゃあひょいって言って、はい、またクマのぬいぐるみ。ここは1個開けたんだろうね。でも私その時、多分叶えもしない願い事プレゼントも望んでた。なになになに、妹が欲しいって。あー、もうそれ何も言えなくなるやん。いない。それね、それ、もっとメンバー揃えるから、その話の時は。妹が欲しいっていう時の話題に関してはメンバー揃えるので、その時に来てもらえれば。そうだね。ね。そうだね。そう。妹だった、サンタさんが。妹いないんですよね。いないんです。妹サンタさんくれなかったら、もう。コウノトリに言えばね、飛んで運んできてくれるからね。はい。ゆうやなんかデートスポットで、なんかこれしたいみたいな。あれし、でもなんか、温泉良くないですか？寒いから。え、こういう。あー。こういうってこと？いや、紫さんとは絶対しない。男と女が一緒に入ること、一緒に入ることじゃなくて、入れる温泉が混浴って。あ、それもいいけど、え、ってことは一緒に裸とか見たいってことですか？それは見たいっすよ。やだー。え、女だったの？紫さんの見たい派。紫さんのは、でも俺は見たくないです。え、じゃあ誰だったら、クミさんあ、見たい。え、もう見たい。だってどうしますか？楽屋じゃねえから。え、でも楽屋じゃねえから。あ、ったら気遣いだし、俺に君のあのヌードが。わかった。あの分かった。その話足違うのよ。あの裸とかどうでもいいんだろ。そんなのどうでもよくて。温泉がいいんだよね。温泉いいですね、ゆっくり。雪が降る、なんか、うん、え、でも普通に行くのであれば、男女別々だから、接点がなくないですか？うるせえもん。単純に。よくわからない。よし、次紫さんが喋ったらぶん殴っちゃうぞ。あ、ね、鹿児島の人を見てるんです。坂本でもです。当たり前です。よし、俺クルーズ TV の夜明けを変えるぜよ。しっかりね、しっかりしてください本当に。よし、頑張ろう。背筋伸ばそう。ボケつった。坂本さんはどんなデートを、あ、言ったかっけ、ゴールショップ。ゴールショップに行って、それ以外ないんですか？ないです。まあ、レコードがでもそれだけ好きなんだよね。了解です。ありがとうございます。クミちゃんじゃあ、クミちゃんは、クミちゃんなんだろう、なんかさ、クミちゃんなんか、イルミネーションとか見に行くってよりも、おい、いや、そういうのよりも、なんかこう、ちょっとしたバーとかで飲んでるイメージ。あー、確かに。え、なんかこたつとかに入ってそう。あ、それも好きよ。うん、やっぱ、こたつで本当にみかんとビールがさえあれば。北海道のさ、雪祭りってクリスマスの時期ある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 よね、なんかすごくない？雪祭りめっちゃ作るやつ。そう行ってみたやつ。行ったことある？いや、もう行ったことあるけど地獄よ。何が地獄？寒すぎて。そう、もう本当にあのカイロとかあのでもう厚着、そう、着込んでっても肌に出てる部分が痛いのよ。痛いんだ。そう、寒いから痛いの。だからもう全部もう埋め尽くしていくならいいけど、他ね、ちょっとでも肌とか出てたら痛いから。なんかそういうイメージがなかったの。あ、でも子供ができた時はいいかも、それ。なんかアニメのキャラクターとかいろいろ、なんかこの間見たのは進撃の巨人みたいな。進撃の巨人になってるとか。雪で作ったやつ。そう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 。やば。ちなみに鹿児島は砂でやるんだよ。
砂の祭典があって、砂で、あの雪祭りみたいなのをやるんです。すげえ。崩れないんですか？崩れない。水で固めてみたいな。だから砂は雪じゃないから、はい、雪っていうのはね、まずあの標高じゃん、まあ、雪の説明はいいや、はい、雪は雪、水の塊、砂は砂、知ってる？わかんない大丈夫です。翔平君、それこそさ、なんか砂と雪って違うんですか？うるせえ。翔平君さ、あのさ、あの行ってみたいデートスポットとやってみたいことって、連れて行きたい、やっぱ男だから言うやわかると思うけど、やっぱクリスマスどう過ごしたい、やっぱ彼女がいたらイルミネーションを行きたいね。あー、でもイルミネーションも美しいけど、ドラの方がもっと美しいって言われた、その時。あー、そういう人いる。それはねえから大丈夫。あー、まだ豆電球の方が綺麗だ。一人でこうやって豆電球見て綺麗な、翼くんが綺麗。だからなんて言うんだろう、そのすごいロマンチックなこと言うとらしくないけど、俺しか知らない場所がある。どこ言わないよ。俺しか自分の家。あー、イルミネーションちゃう感じ。いや、それはなんか、なんか決めすぎじゃない？トイレ、トイレの中とか。すごいよね、そこの壁。でもあるよね、家とかでさ、あのイルミネーションして。ありますね。あるね。あるよね。でもあれってなんか地区とかが出してくれるらしいね。あ、そうなんだ。市町村とかそういうのが。え、そうなんだ。だから電気代って言って、俺の知ってるところは100万貸してくれる。だからかなり町おこししましょうっていう部分でやってるところも鹿児島とかにはある。それでね、なんか壁一面にルナスキーとか書くもんね。うれしい。もう俺年越せない。鹿児島確かに、もうやり残したことがあるみたい。ラーメン美味しいよ。時計台知ってますか？時計台、はい、札幌じゃなくて、うん、それ鹿児島じゃなくて川越じゃなくて鹿児島です。鹿児島で時計台、時計台って言ってすごい美味しいラーメン屋がある。あ、そうなんだ。じゃあ今度教えてください、はい、ぜひよろしくお願いします。駄菓子屋美香さんが食べに行ったんですよ、それでそれで美味しいって言って、ものすごいバッとこう広がる。その前から広まってるんですけど、ね、社長の事務所の社長の時間なんですよ、ね、俺のさ、はい、俺のイルミネーションのロマンチックの話どこ行ったの？だから時計台です。クイはもう放置し始めた今、ね、話題クラッシャー。え、その時に翔平さんは女の子と抱きしめたりするんですか？いや、抱きしめるというか、なんだろう、二人でこう、なんか着飾ってる夜景じゃなくて、山から見るその街を見た。あー、山の上に行っちゃうの？そう、山の上とか山の丘とかで見て夜景的な感じ。そう、イルミネーションっていうのは夜景。なんで笑ってんの？どういうこと？その後、聖なる夜を過ごすんだろうな。ちょっと待って、人の夜も想像すんだろう。何の想像で、どんなこと想像してたの？で、そこで、そこでなんか抱きしめるとって、そっと手をつなぎたい。いや、私、後ろから抱きしめられたい。そのまんま前で、ね、俺、一緒に見に行ってもいいけど、そのまんままじ崖から突き落とす。そしてね、ゆうたさんから受け止められたい、私。ゆうたはいません。ゆうたはいません。だからもう、なんて言うんだろうね、じゃあ、ルナさんと一緒にこう、じゃあ野球を見に行きました。ルナ、綺麗だね。わ、この山から見る景色は、じゃあ手つないでそのままドーン。こうなる。こうなるから絶対。だろうね。あれを僕と言ったらどうなりますか？ね、キスしちゃう？埋める埋める。土に埋める。木っぽいから。木っぽいからな。ちょっと待って、ちょっと待って。配信の皆さん、本当にごめんなさい。ただの悪口。ネタとかじゃない、ただの悪口。なんて言うんだろうね。はい。なんでだろう、イルミネーション興味あったりします？あ、特にない。なんでね、じゃあ行かないです。じゃあ、寝るでもなんか、イルミネーション夜景とか、そういうのもいいけど、やっぱ2人だけでさ、彼女だったらお部屋でね、過ごすとかでもいいだろうし、いいね、もう好きな人がいたらどこでもいいよな、みたいな。マジでそうですよ。私、ロマンチックなことしてくれる人じゃなきゃ嫌だ。大丈夫です、一生付き合うことはない。そうだね。クミちゃんは逆にさ、なんか行ってみたい場所ね。よくさ、東京だったらさ、結構乗ってるじゃん。こういう夜景綺麗だよとか。あるね。どこに、あ、都庁がめっちゃ綺麗。あ、そうなの？都庁めっちゃ綺麗。都庁ってどこにあるの？新宿。そう、西武新宿駅、新宿駅からだいたい10分ぐらい。そうなんだ。今度教えてあげる。教えてください。2人で見に行って。そうっすよ。あ、ゆうや、絶対手つなごう。おっしゃ、絶対手つなごう。絶対後ろから撮るよ。カメラ回しとくよ。絶対手つなごう。もっとジングルベルしても、ちょっと何も言わないでください。ビルの一番上が綺麗です。そうだよね。しかも、お金かかんない。あ、そうなんだ。いや、でもあそこは、あれ、誰でも入れないんですよ。まあ、坂井優斗君とルナちゃんは入れない。違います。会見出る人でも都庁って誰でも入れるんですよ。都庁は誰でも入れます。
問題はない。いや、私入った記憶ある。いや、あの会見室に入れない。会見室はね。あ、会見室から見る景色がすごい。あの、言っていいですか、あの、誰も会見しない限り、誰も会見室にも入れないし、会見室にクリスマス会見があっても、俺は行かねえから。てか、確かに入れないんですよ。だから、入らねえって言ってる。会見室の話してねえ。ちょっと、ちょっとあの福永翔平をいつも応援してくださってる皆さん、ちょっと目をつぶってくださいね、耳も閉じてくださいね。ちょっと覚えてろ。でも、あの、東京都で一番偉い方が来るんですよ。そうだね、都庁だもんね。はい、まあそういうね、いろんな方が来るような場所でもあるっていう部分では、都庁はすごくね、有名だし、無料で入れるので、ぜひ行ってみてください。だ無料だって。え、でもさ、二人が手つなっちゃうと、やきもち焼かないの？あ、そう違う。くみちゃん、くみちゃん、はい、俺今日、ルナちゃん都庁から落とすわ。で、酒井優斗くんに関しては、埋めるわ。そう、き。あ、言うや。役割分担しよう。埋めたら息できるんですか？できるわけないでしょ。人間だもの、三つを。すごいね、本当に、ね。すごいね。今日強烈だね。それこそさ、クリスマスといえばさ、なんか食べたい食べ物とかあったりする？クリスマスケーキ。ああ、いいね。定番のね。僕はいつもなんかご飯の代わりにケーキとかっていうこと多いんですよ、結構。え、毎日？え、毎日っていうか、ここは家でご飯食べないときは、ご飯の代わりにケーキ食べ甘いものが好きなんですか？ならね、言うよ。あ、私も好き。聞いてないんです。甘いもの大好きです。こう見えて、意外に好きなの。意外じゃないです。あ、分かった。告白しました？告白タイム後で儲けるんです。儲けません。あの、ごめんなさい、クロスティブに見てるから入ってきます。相乗りじゃないから。相乗りじゃないから。告白タイムでチケット渡すとかないから。本当に。で、後で告白されるのかな、ドキドキしちゃう。やめろ、煽るな。皆さん、OK するんですか？人の努力を無駄にしたら。人の努力を無駄にしたら。だから、部屋で。ここ絡まないでください、なるべく。空気、ここ。だから、部屋で、ワブの曲流して、それで、お酒とケーキ。あ、お酒なんですね。危ねえ、酒飲まない。消しちゃうと思うな、俺。ちょっと待って、聞いた？あ、お酒飲むんですね。いや、飲まないです。よーし、ぶん殴っちゃうぞー。だから、ワムの、フリーダムの前の曲あるじゃないですか。クリスマスいつも流れると。フリーダムっていうの曲の前のに出された曲で、クリスマス一番流行る曲があるんですよ。はい。それでその歌を流して、お酒、ケーキ。待って、話が変わる。え、お酒は飲まれるんですか？あ、飲まない。飲まない。マジでおもろすぎるわ。酒井くん、俺がね、今すごい面白い例えをするよ、はい、いい？よーし、明日運動会だ、かけっこ一番絶対頑張るぞ、明日は学校行くの行かないって言ってるの。そうだ、そう、そのレベルの話を今言って。あ、じゃあお酒じゃなくてケーキを食べて、そう、で、ワムを流す。うん、そこまでで OK、はい、そこで、なんでこの話がこんがらがるかっていうと、あなたはその後にお酒を口に入れる仕草とお酒を飲んでる。じゃあ、何でお酒飲むの？お酒好きなの？いや、飲まないですって言ってしまったら、またその話をローテーションしなきゃ、僕は何を言っているんだ。なんでよ。本当にどつきます。そうだ。あれですよね、いいですよね。ゆうや、はい、ハンカチ。あ、私、あるよ。じゃないです。ちょっとやばいことだから。ね、やばいかやばくないか言っていいのであったら、やばいじゃ足りねえ。もう10やばかったら多分13ぐらいやばい。もう通り過ぎた、完全に。コメントに、はい、埋めるわ。よーし、うちゃうぞ。ゆすみちゃんは何欲しいんですか？プレゼント。なんだろうね、あんまり考えなかった。これか、やめろ。頭出せ、隠せ。いや、なんだろうね、でも本当に普通なのでいい。私、それはもう愛よ。分かったよ。ありがとうございます。愛と、なんかね、そうなの。愛とガラスの靴と、あと、キスと、あとね、気持ち悪い。やめろ。
いいって言ったもん、結構出てくるね。よし、一言で終わらせよう。難しい。喋るな。やめてください、本当に。はい、ゲストなんでね。そろそろね、もうお時間なので、はい、お時間にしましょう。ふみちゃん、はい、先にさ、告知の前に一回今日コメント荒れてる気がするんだよ。あのね、コメント最後に読みたいの、絶対楽しいじゃん。絶対もらう。じゃあ、そっちも。告知もパパパッと済まして。あれしよう、コメント読む。私、目が入るから。告知コーナー。まずね、どうしよう。マツコデラックスさんが編集長だったと、編集部に働いてました。へっていう事務所の芸雑誌で一番売れてる雑誌なんですけど、酒井優斗の載ってるので見てください。え、本誌あ、本を載せる。はい、俺はページの広がない買った人のお楽しみ。あ、わかりました。この雑誌ですね。スタッフ今載ってるんですか、本屋さんに。あ、もちろん今売ってます。はい、よろしくお願いします。あ、今売ってます。はい、はい、詳しくは詳しくは、はい、ツイッターとか、うん、あのウィキペディアで調べてください。はい、いや雑誌、そうですね、あ、酒井優斗で検索。はい、それ、はい、チラッとね、チラッと見せる、チラッと見せる、はい、ありがとうございます。酒井優斗でツイッターで調べれば。あ、ツイッター、はい、ツイッター調べれば。はい、よろしくお願いします。酒井優斗くん、ありがとうございました。じゃあ、ゆうやいきますか。はい、直近のライブがですね、11月13日13、ワイルドっていう僕らの後輩ユニットと4人でスペシャルコラボレーション3曲、はい、枠4人で1枠出るので、そこでちょっと重大発表しようかなと。おー、重大発表って何の。いや、そこでするんですよね。はい、え、ちょっと楽しみ。何気になるね。もしかして、リオタさんと結婚するとか言ってください。結婚ネタは次のライブは21日渋谷、あ、渋谷じゃない、新宿ヘッドパワーで、はい、2人でそこは出るので。はい、え、2人でよろしくお願いします。相方のゆうたさんって言うんです。詳細などはツイッターで追って報告するんで。ツイッターがさ、ツイッターをフォローして太陽と月で検索したくれば多分一番最初に僕が出てくると思うので。そこから相方にも飛べるんですよね。はい、そこから相方飛べる。アイコンもね、ビシッとかっこいいの決まってるやつだからね。でも17日の重大発表楽しみだね。坂本龍馬として、霧島龍馬として出演しますので、よろしくお願いします。またですね、12月の17日、はい、日曜日ですね、はい、足長チャリティライブっていうのが鹿児島市内で大々に行われるんですけど、それにゲスト出演として歌を歌いますので、アーティストとして出させてもらってですね、ちょっと今からゆうやに相談しようかなって本当に思ったところで、はい、歌いますので、チケットは2500円でありますので、よかったら楽しみにしていてください。で、来年ハネムーンウォークの詳細は霧島市観光協会の方のホームページを見ていただけたら助かります。載ってますので、よかったら検索してみてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、最後にエンディング曲ですね、お願いしたいんですけれども。エンディング曲ロスなかったな。じゃあちょっと考えてる間にコメントの方を。はい、はい、じゃあみんな、クミちゃん集合。全部読んで行きます。全部読みます。用意できる、その間に。始まったよ。こんばんは。ゆうやが歌ってる。パチパチパチ。この配信面白い。ヤフーショッピング楽しみ。セットも綺麗なスタジオやん。
そうなんですよ、セットは綺麗なんですよ、うん、遊びに来ませんか、公開です、はい公開です、今日は行けへんのでまた寄らせてもらいます。あとはですね、あとはですね、フォローよかったらし、あ、そうです、あのこのクルーズ TV の方のフォローもぜひね、皆さんよろしくお願いします。あ、そうです、よろしくお願いします、はい、ちょっと待ってね、すげえ面白いのがあるぞ、うん、何何、進撃の巨人×阪神戦って書いてある、どういうことこれ、不思議な人がいたの、雪男いますか、ここに来てるしね、お、すごいですね、埋めたいわって来てますね埋めましょう、青似合うとか来てるよ、2人、あ、ありがとうございます、くみちゃん似合います、ありがとうございます、くみちゃん似合ってるね、いや、くみちゃん可愛い、ハーフランも来てますよ、あ、ゆや、かっこいい来てますよ、ありがとうございます、あとなんだ、ハプニング中、気づいてくれてありがとうございます、ハプニングだよ、もう、いや、ずっとハプニングですからね、なんなら、ルナピー、天然で面白い、イエーイ、すごい、大貫さん、ボスって言ってる多分さっきのだと思うんだけど、黄色いの映った、なんか映った、映った、こうかと、あの、坂井優斗さんのマネージャーさんですねそれね、ちょっと金髪でびっくりしたと思いますけどね、ちょっとルナピー、天然なの好きです、ありがとうございます、はい、そんな感じですね、ルナさん、わかんないけど、怖かったって聞きますよ、確かに、ありがとうございます、天然だ、はい、そんな感じでですね、最後、コメントいっぱいありがとうございます、またね、読み切れなかった分もありますが、また読みますのでね皆さんどんどんコメントの方よろしくお願いします、最後にゆうや、はい、はい、決めました、はい、ビッグバンのソウさんがソロで歌ってるアイズのリップスという歌を、目鼻口という歌を歌おうかな、はい、日本語バージョンで、はい、お願いします、お願いします、ごめんごめんだって誰も言わないで、情熱に染まるその唇で、早く殺して僕なら大丈夫だよ、でも最後に見つめてよ、君に会いたい、そんな時にその笑顔外で描けるように、君を離せるわけない、こんな僕にずっと苦しい思いしてたの、教えてくれよ、バカだよな、君が消せない、もういないのに、君の目鼻口をそっとくれた小さな手で、今何感じてるのに、炎が黒く焼け落ちたように、僕らの笑顔が、うわ、ごめんなさい、飛びました、最後全然気づかなかった、飛んだ、飛びました、いや、まず歌詞が書いてないハプニングでもさ、ゆうや、あれだね、なんか声綺麗になったね、いや、違う、風が治ったわけです、ただなんか、こう、声してゆうやさんの声っていいね、ほんとになんか、ね、ライブも13日ね、はい、13日にあるので、はい、ぜひぜひ行ってみてください、ゆうや、もう一回場所だけ、場所は、どうだっけ、13日が渋谷グラッド、はい、渋谷グラッド、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、くみちゃん、今日どうでした、はい、今日はね、はい、多分事故ですね、事故はね、絶対事故ですよ、そうですね、もしかして、もしかして誰かのせい、今日誰かのせい、大丈夫ですか、最後に言い残したことあります、何も事故なんて起きてないよね、はい、ほら、お二人にまず聞きたいんですよ、多分もう二度と来ることはないと思うのでゆうや、ね、拳はしまえよあの、言い残したことなんかありますか、また来たいです、はい、大丈夫です、よし、次はないぞバレー買ってください、よろしくお願いします、はい、はい、あ、そうです、雑誌ね、雑誌配信しますので、ぜひ皆さん見てみてください、時間は19時からとなっていますので、はい、ね、くみちゃんまた頑張ろう、頑張ろう、はい、ゆいや、お疲れ、お疲れした今日もお疲れ、本当に今日はお疲れした、いや、みんな今日頑張ったね、今日みんなで美味しいもの食べよう、3人そうだね私のことも食べる、大丈夫です